ということで屋久島の森を再び、うわ雨が降ってきた。屋久島名物の雨ですよ。しかも今日風もちょっと強くてですね、まあこれぞ屋久島でございます。そして膝の、怪我ですね。屋久島高校で走って、その時リレーで砂地足取られてね、何ですよ、ほらほらほら、おお、まあ固まってきましたね。はい、まあなのでもう一回見ますか。そんな見せなくていいかということで、膝の怪我もありながら今日はちゃんと靴履いてますからね。はい、まあちょっとあの原生林を一周したいと思うんですが、あのまあこういう状況なんでそんな早く走りません。なのでちょっとワンショットで喋りながら、ちょっとなんか濡れてるね、走りたいと思うんですが、今回屋久島だからこれ5作旅ラン6回目、すごい数の旅ランしましたね。なるほどね。なんかね、あの油断しちゃいけないと思うんですね、多様性ってね。なんか分かりやすい多様性はもう多様性ではないって感じですよ。これちょっとなんか、お、今また紫色が飛んでた。これちょっとな。つまり、あの、いわゆる多様性といって、まあ例えば、人間で言うとね、例えば、ジェンダーが多様だよとか、エスニシティが多様だよ。これ重要なんですよ。大事なんですけど、風が強い。別にこれ台風来てるわけじゃないんでしょうけど、風が強くて、ちょっと飛行機が心配なんですけどね。ちゃんと飛んでくれるかどうかちょっと心配なんですが、そういう多様性はいいんですけど、例えばのよくあの言われる中年のおじさんばっかりだと、ね、いうことが言われたんですよ。確かに統計的に中年のおじさんだけにある性質ってあるかもしれないですかね。あるだけどね、この中年のおじさんの中だっていろんな人がいるわけじゃないですか。であの昨日ちょっと、まあ、あの屋久島大空高校のスタッフとしてそれと関連してらっしゃる、まあ、辻野さんというね、まあ、コマーシャル作ってくださってる方ですね、屋久島大空高校で。それとあのだからいつも出てくる和田幹部ですね。和田幹部2人とも灘中灘高出身なんですけど、まあ、あのその2人が話してて、灘中灘高に行って初めてなんか話が合う人が出たみたいなことをおっしゃっててね。でそれっていわゆるあの学力の高い低いということによる、まああのなんていうか分かりやすいって言ったらあれですけど、まあその話だと思うんですけど、僕水平がある気がしてて、で僕はあの森さんもそうだったでしょって言われて、いや俺別学力が高い低いってことで小学校とか中学、僕はあの高校で学芸大学附属高校行ってそれまでは公立だったけど、話が合う合わないっていうのが、その学力の高い低いじゃなかった気がしてて、もっと水平な気がしてて、あの例えば赤毛のファン確かに小学校の時読んで、それと話が合う人ってそんなにいなかったし、例えばじゃあ高校に行って、学芸大附属は確かにねいい高校だったけど、じゃあニーチェの話ができる人がどれぐらいいたかっていうとそんないるわけでもないし、それから今で言うと意識のクオリアの話ができる人ってそんなにいないし、しかも困ったことにその意識の科学やってる人たちの間でももうアプローチが全然違うんで、話が合う人ってそんなにいないんですよね。僕が言ってる意識の学会でも、わあ本当雨降ってきたなすごいことやって、まあ同じようなアプローチ、マッハの原理とか相互作用同時性の原理みたいなアプローチに共感する人ってほぼいなくて、どっちかというと、統合情報理論とか、あるいはフリーエナジーとかそういうものでいいと思っている方々が多くて、まあ意見合わないですよね。だからどっちかというとあの上下というより水平なんじゃないかって気がするわけで、そういう意味においてはそのおじさんばっかりって、うわ猿だ、ヤクザルいるよ、猿見える、ヤクザルがいた、びっくりした、ちょっと待って、誰がいて、誰だ、
すいません、ワンショットの予定だったんですが、ヤクザルが出たんでちょっと思わずカメラ切り替えちゃいましたけどびっくりしましたね。ヤクザル人、なんで野生の猿ってやっぱり迫力あるね。佐渡山の猿と違ってこっちも見てましたね、ガン見してましたね。そう、水平があると思うわけ、その、なんていうかな、おじさんという中でもね。だからおじさんだったら、例えばゴルフが好きとかカラオケが好きとかなんかあるじゃん、そういうイメージが。でもそうじゃないおじさんもいるわけでしょ。だからそれが LGBTQ みたいなジェンダーの話だけじゃなくてね、まあ、それも含むんだけど、いろんなおじさんがいて、それは女の子もそうでしょ。だってね、女性もおばさんって言ったって、なんかアメちゃんどうっていう、あの大阪のおばさんみたいなのが全てじゃないわけじゃない、当たり前だけど。女子中学生、女子高生、女子大生って言われるけどさ、それぞれみんななって、私は違うよと思ってる人いるわけじゃない。やっぱだからさ、その多様性ってさ、多様性が分かったって思った瞬間に油断してるわけだよね。でその分かったとか、今これ多様性が確保されてますっていうのは本当多様性ではなくて、本当の多様性ってのは潜在するものだと思うわけですよ。潜在して水平方向、だからその学力なんかも、まあ例えば偏差値みたいなのは本当にあの意味がないと思うんですけど、それだけじゃなくて、じゃあその学力高い人同士だったら運動でも飛んだな。今ね、おそらく紫シシミだと思うんだけど、雨が降ってきてたから止まってたんだね。あの学力高い人同士だったら話が合うかって、そんなことじゃなくて、あの学力高い人と言われてる人たちの間でも水平方向に違いがあるわけじゃない。あと学力がこの程度って話が合うだろうって、合わないわって別に。特にそういう時に少数派というかね、あの例えば今で言うと鬼滅の刃っていうのが好きだっていう人もいるかもしれないけど、いや俺鬼滅の刃って嫌なんだよねっていう人もいるかもしれないし、あのそういうなんかよ、あのワンピース好きだっていう人もいるかもしれない、ワンピース俺全然好きじゃないっていう人もいるかもしれないし、だからそのあるいはこっちの方が好きだっていう人もいるかもしれないし、そういう水平方向の多様性ってのはさ、そんなに見えることじゃないから。ところであの贅沢でしょ、こうやって全然、それさっきヤクザ見たけどさ、あの屋久島の自然に全く研究せずにこういうことを言って見るってのはすごく、贅沢な食べるんだと思いますけどね、水平方向の多様性、その目に見えない多様性こそが僕は大事だと思っています。なんでね、あのなんというか、人間は思い違いしやすいんじゃないかなっていうか、多様性って絶対につかめないと思うし、うん、潜在的な意味、水平的な意味ではね、で掴んだと思った瞬間に油断が始まるわけだし、うん、またその自分がね、その何らかのクラスターに入れられるとするじゃないですか、まあ、俺で言うと脳科学者とかそういうね、いや別に脳科学者の中だって多様性いっぱいあるわけで、俺は別になんか他の北米神経科学会に来てる学者たちと彼女も同じではないし、ただ一つのなんていうか接点で、そこがクラスターでつながっているだけだって、他の切り口もいっぱいあるわけだから、あんまりなんかそういうの意味がないと俺は思うわけさ。なのであのそういう油断ってのは本当心した方がいいと思うし、あここは池だね、まあワンショットじゃなくなったから、これあズームもお届けできますよ。おトンボ飛んでる悠仁さま、トンボ好きだよな、頑張ってほしい悠仁さま。さっきね、ヤクザル俺の方ガン見してたね、よかったなあいつら、あいつはもう猿って言うに片付けてほしくないよな、猿って言ったっていろいろいるだろうしよ。逆にその豊かさってそういうことなんじゃない、その水平方向にどれくらい不可思なというか、そう簡単に把握できない多様性があるかどうか、そういうことが僕は一番の豊かさのような気がするから、うん、だから日本人って言ったってさ、別に日本人って俺たち片付けられるようなそういう存在じゃないじゃん、
別に余計なお世話じゃん。アメリカ人とかにさ、お前ら日本人だなって、許せえよって、日本人だなって言われて、それで片付けられるような、そういうものもあるかもしれないが、日本人の中だっていろんな、まあ多様性があるわけだから、猿だって猿の中に無限の多様性があって、まあ猿学ってのはおそらくそういうことだと思うんだよね。日本人が、京都大学の人たちが初めてその個体識別ってしてて、それまでさ、欧米の人たちは猿なんか猿だからって言ってたのが、いやいや識別しましょうよって、名前つけましょうよって、それで群れの構造を観察してたら、そこで見えてきたことがあるわけでしょ。いや、統計ってのはそういう意味で言うと、もちろん統計を通して測れる多様性もあるんだけどさ、そこで消えてしまう多様性もあると思うんだよね。だから統計ってのは決して常に油断してはいけないっていう戒めがあるわけで、統計でつかめたからって全てが分かるわけじゃねえよってことだよ。ということで、途中で薬猿が出ましたが、旅ラン終わりですなんかね、よかったね、薬猿に出会って。なんかこのトークは、多様性は油断するな、統計だけで全てがつかめるわけじゃねえよみたいなタイトルになるんだろうか。 Distance 1km、というわけで、屋久島の旅ランまた走るのが楽しみです。